ヒップホップとの出会いとラップを始めたきっかけを教えてほしいです、うんえっと、ヒップホップそうですね僕がだから多分1980年とか81年ぐらいだと思うんですけど僕大学に入ったぐらいでえー、っと、まあ、FEN っていうファーイーストネットワーク極東放送ですね米軍放送 <laughs>、えー、当時はそのぐらいしかあの、まあ、ネットもないんで。 えと一番早いその情報音楽の情報が入ってこないんですよね、えー、なので FEN でやっていた全米トップ40っていう番組を、まあ、日本の、えー、とラジオ局がそのまま流したりしてたような時代なんですけど、まあえっと、その FEN を聞いていたらとドンパドンドンパパンドンパっていう僕は、まあ、その時はヒップホップすごく跳ねたビートだったんで。 も、えー、のすごくあるあのビートが聞こえてきて、まあ、その上に言葉が乗ってくるっていうあのスタイルなんですけどそれを聞いた時にまずリズムが祭り太鼓みたいだなっていう,う,こう,う浮かれた感じがするっていうかファンキーだったんですよねすごく。でそれはまあ僕が好きな音楽の一つだったんでこれいいなと思ってしかもそこではあの。 えー、見事にその喋りがりが、あのー、まあ別に聞き取れないんですけどでもその言葉のリズム自体も今度はドンパドンドンパが、えー、祭りのビートみたいなのに乗ってる言葉のビートっていうのはまた全然違うおさちょっと抑えたビートになっててでそれがすごくかっこよくて「なんだこれは?」というふうに思っていて。で それを分かっってくれれたたのののは、は僕は大学の時にに音楽系のサークルに入ったんですね。えー、とあそれが FEN 研究会って言うんですけどまさしくその年にできた新しいその音楽が好きな人しかいないみたいな感じのとこでそういう人たちばっかりだったんで、えー、とその真似をしたらすぐ分かってくれたんですよね「ああやってるやってる」みたいな感じでも誰もラップだなんて言葉は言えなかったんだけどなのでもうその時からもうラップ この真似はしてたっていうことになるんですよね。だからすごく興味があったんだと思います。どういう言葉を載せていらっしゃったんですか。うんとあ、日本語とも英語ともつかない、えー、タモリさんのゲーみたいな嘘英語みたいなものを載せてたと思います。で、そういう嘘の言葉の真似みたいなものも後々。 えっと、自分の芸人としてはやるように得意としてやるようになるので、まあ、それがなんとなくこう生きてたんでしょうね、えー、なのでまさか日本語を後々載せるとは自分でもその時は考えてなかったですね。